メローエダムとは、スーダン国内のナイル川にある、水力発電用ダム。白ナイル川と、青ナイル川の合流点であるハルツームから北に 350km 離れたメローエにあり、1250メガワットの発電能力を保持する。A ホコリ領スーダンや、モハメド・アンヌメイリの時代にも何度か計画されるも、21世紀になって中華人民共和国の援助で完成した。 外見は延長9300メートル最大抵抗65メートルという堤防に近い外見である。コンサルティングはドイツのラーメンやインターナショナル社が工事本体は中国水利電力対外工事と中国水利水田建設集団工事が受注し2003年に建設に着手2005年にはコンクリート打設も始まった2009年に完成。 ダムの淡水時期には約5万人が居住していたとされ、スーダンのオマルアルバシール大統領は半ば強制的に移住を進めたため、内外からの批判を受けている。2006年4月には、淡水域の住民が移住計画に反発して暴徒化、警官隊と衝突して死者を出す騒ぎとなった。このため、2008年の完成予定は翌年にずれ込んだ。また、 学習王国の遺跡への影響からかつてエジプトのガマール、アブドゥルナーセル大統領の推し進めたアスワンハイダムと同様に計画に協力する考古学者を環境や人権面から非難する声も上がった。ありがとうございます。